ここは11月に借りて、それで12月の半ばあたりからお客さんが看板を出したんですね。看板できたので出したら目についたらしくて、オープンしてないんですけれどいらっしゃったので値札をつけて、それでまだオープンしてないんですけれどどうぞっていう感じで、なんとなくオープンっていう感じで、はい、嬉しい悲鳴でした。売り上げとかいっぱいあるようになったら、外注とか自宅でと在宅ワークみたいに雇用をできないかなと思って始めた、その起業のきっかけでもあるという感じですね。気持ちとかもこう弾んでくるんじゃないかなと思って、震災後なんか沈んだ感じの気持ちがある方がいると思うので、少しでも明るくなっていただけたらと思ってます。幅広いですね。若い方からあと年配の方まで、石巻の方とあと仙台の方からいらっしゃる方もいらっしゃるので、石巻だとなかなか仙石線で仙台まで行くっていう方が難しいっていうので、石巻にオープンしたのでよかったわって喜んでくれる方がいらっしゃいますので、はい、嬉しいですね。はい、お店にあるドレスとかでサイズ、自分のサイズで作りたいという方は生地とかも選んでいただいて、こちらにある生地を選んでいただいて、それでお作りすることもできますので、はい、そうですね、オーダーメイドが、オーダーメイド、セミオーダーという形でさせていただいてます。ネットショップとかももうちょっと力を入れて、どんどん雇用を生み出せるようなことをしていきたいと思って今模索しています。アトリエあゆみです。フラダンス衣装リゾートウェア専門店と看板を掲げてますが、フラダンス衣装だけではありませんので、いろんなと南国リゾートをコンセプトとした雑貨などをたくさん揃えておりますので、気軽にお店にお越しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。